おお、よく来たな。今日もお前らのために姫ひなのお店へようこそ。いいもの揃ってるよ。まだ何か見るか。不思議だ。何も覚えていないはずなのに、僕はこの道をどう進めばいいのか分かるんだ。そしてこの道の先に何があるのかも。でもダメだ、この先は踏み入ってはいけない。深淵の地、楽園のようだな。だが生命の気配がない。落とすらも、まるで作り物だよね。綺麗すぎてゴミや塵一つない感じ。あ、そっか、だからか。どうした、敵意を感じないって言おうと思ったら、言い切る前に出てきちゃったね。それもたくさん。グールの生産地に来たんだから当然といえば当然だけど、この数すごいね。笑える。笑ってる場合ではないだ。ふざけたやつ、もういい。お前らは帰る。ここまで来れたらあとは俺だけでやる。どうしよう。おお、勇敢だね。えらいえらい。でもダメだ、君は帰らなきゃ。早く行け。こんな雑魚どもが相手をしてる時間がもったいない。この時を待っていたぞ。この俺に立てついた落とし前はつけてもらうぞ。おはよう。朝だよ。起きようよ。まだ寝てるつもり？いつになったら起きてくれるの？あれから一週間だよ。起きてくれたっていいじゃない。ずっと眠ったままとか、二度と目覚めないとか、そういうのやめてよね。どうしよう。私ほんとダメだね。あの時ちゃんと引き止めてたらこんなことにはならなかったかもって思っちゃう。あなたがしたことは正しいことなのに。Thank you.
や、みんなの力を合わせれば勝てない敵などいない。そら、自分で言うのもなんだけど、やっぱ私って戦闘の方が向いてる。戻ってきただけあるぜ。みんな、和んでるところ悪いけど、さあ、ブレイカーズ出撃だ。
いい汗かいた。今日は気持ちよく寝れそうね。びっくりした。忙しいんだぞ。うさんくさい連中の相手をしてる暇はないんだな。ではそのうさんくさい連中から計画の内容を説明をさせていただきますね。技術開発、開発者の目星はついているのかね。くれた。いい気分だ。
こう突破されるわけにはいかない。みんな、行くよ。守り切ったぞ。みんな、よくぞ踏ん張ってくれた。今からそれを探し出してぶっ叩こうってんだろ。十分に明るい話じゃねえか。やるっきゃねえよ。いや、ここは赤木くんの言う通り、探し出して倒すのみだよ。調査の方は任せて配置に就こうぜ。みんな、それじゃ、人暴れしちゃっていい？リラックスしなさい。リラックスしなさい。何？それそれ。私たち、それそれ。やろうよ。そら、それそれ。侍への道は険しい。私を呼びましたか？できればロミオと呼んでいただきたいものですが、まあいいでしょう。
ーズ、緊急出動よ。首都圏中枢のグール防衛ラインが突破されたみたい。他の部隊は終末戦線との戦闘で身動きが取れないようなの。あなたたちだけでも急行して。私も状況を把握次第すぐに合流するわ。どちらか片方だけでいいからおとなしくしてるっての。大丈夫だ、いつも通り冷静に行こう。Yeah!
きよ。なんてね、みんなありがとう。お疲れ様、みんな無事で何よりね。はっはっは、結構結構、わしも鼻が高いよ。なんてね。手薄な警備をついての図ったような襲撃はグールを手引きする者がいることを示しているわ。私たち3人で探索するわ。矢吹さん、相川さん、こうやって3人並ぶとあれよね、私たちチャーリーゼンジェルみたいよね。いや、人数が足りないからって呼ばれちゃいましたよ。私なんかですみません、どうも。ほらほら、何言ってんのよ。ここで大活躍して、この子たちに一生顔が上がらないようにさせちゃいましょうよね。なんで私がって思ったけど、本当に私しかいないんだって思ったら自然と動いちゃうものね、体って。なんかあったら合図するから、あとはよろしくね。うわー、グールの姿がちらほらと見えますね。ええ、それだけ近づいてるってことよ。グール増減の原因を突き止めるためにも突き進まなきゃ。何者かが手引きしているのは間違いないわ。見つけてぶっ飛ばすわよ。燃えてきた、特別偵察チーム、頑張りましょう。はい、ねがらない、ねがらない。さ、どんどん進んじゃいましょう。ああ、
敵の消滅を確認。お疲れ様。まだまだ足りないな。どんな困難が待ち受けようと乗り越えてみせる。Ah!
どんな困難が待ち受けようと乗り越えてみせる。これでバッチリ。ありがとう。おかげで助かったわ。調査も完了。収穫ありよ。胸を張って本部へ戻れるわ。そっか、頑張ったんだな。私なんて。ほらほら、謙遜してる暇あったら相手を褒めてポイント稼ぐ。こんな風に。赤木くん、もう超かっこよかった。本当にありがとね。おお、まあこんなの朝飯前で。ほら調子に乗らないの。あんたたちまだまだ頼りないんだから、これからもビシビシしごくから覚悟なさいね。あ、望むところだ。ほら、あんたもやりなさいよ、ポイント稼ぎ。やっ、ている場所も把握済みです。向こうがやり口を変える前に一掃する許可をいただけないでしょうか。第一週末戦線の人員を避けて。そうなります。可能な限りで構いません。今でもギリギリなんだがね。分かっています。しかし情報が不十分とはいえ、後回しは得策ではないかと。最近のグールにはほとほと手を焼かされてるからね。ええ、ですから責任の所在は君でいいのかね。構いません。本作戦が失敗した場合、全責任を負います。ありがとうございます。早速準備に取り掛かりたまえ。未知なる敵に人員を避けだと？バカバカしい。最低限な。三上君、君が手配したまえ。
ブレイカーズ、やりかも。やめてよね。ブーブー。ところで負けちゃっていいわけがないでしょ。みんなを守れたから。
侍への道は険しい。彼のリクエストでね、ブレイカーズとファントム、ランド先輩とで行ったんだ。ずるい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 、なんであのクソメガネが誘われてるのよ。なんで私が誘われてないのよ。おかしいわよ。間違ってるわよ。あんたたち、次は絶対誘いなさいよ。じゃないと呪うんだから。